皆さん高橋恵子です2022年がスタートして約1ヶ月が経ちました今日は2月1日中国の旧暦のお正月春節ですそして私が住む長崎の春節といえばそう長崎冬の風物詩長崎ランタンフェスティバル今年のランタンフェスティバルは昨年の秋にはすでにステージイベントの中止は決定していたんですが 実は今年もランタン自体は飾られているんですぜひ今年のランタンフェスティバルへの取り組みを全国の人に知ってもらいたいと思いまして今回けいチャンネルで取り上げさせていただくことにしましたまずは長崎ランタンフェスティバル2022は中止じゃないのと思っている方に今年の開催スタイルをお伝えします今年のランタンフェスティバルランタンの点灯予定期間は 2月1日から15日まで時間は17時から20時まで点灯式は実施しませんなお、浜市観光ドリアーケードは12時から20時までとなっています開催の内容については4つのポイントがあります1、皇庭パレード、マソ行列や中国雑技などの各種イベント、出展は中止です2、オブジェの設置は行わず ランタンのみの装飾とします 3. 港公園・中央公園などの会場は密防止の観点から装飾しません 4. 新地中華街浜の町アーケードについては密防止の観点から一部装飾を間引きします感染拡大が止まらない中でもできる形で実施をと取り組まれています 例年開催期間中はたくさんの人で賑わう各会場ですが今年はどうなんでしょうちょっと昼間に街歩きしてみたので紹介しますまずこちらは公子廟。現在まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い長崎の観光施設はほぼ閉館となっていますこちらもそうなんですね 本来ならランタンフェスティバル期間中は変名称があったりイベントが企画されたりたくさんの方が集まる会場ですこのあたり周辺にはランタンが飾られていました続いてこちらは新地中華街の周辺ですピンクのランタンが素敵ですよねさあでは中華街の中を歩いてみましょうかなり人が少ないです ですがお店自体は見ても営業をしているところが結構ありますね。ただし、まん延防止等重点措置の適用により酒類の提供は NG、20時までの営業と要請が出されています。例年ですと出店がずらーっと並んで、食べ歩きも楽しめるエリアなんですけどね。そしてここを抜けるとメイン会場となる港公園。 例年と違いオブジェもなく日常の風景といった感じですここでは例年10メートルくらいの見上げる高さのメインオブジェが立ち最もイベントが多く出店も並ぶ会場ですちょっと寂しいですがまあ、仕方ないですねさあこちらはすでに店頭がスタートしている浜市アーケードこの奥の方までずらーっとランタンですそして こちらは黄色のランタンが美しいメガネ橋会場。こちらも静かにランタンが楽しめると人気の会場なんですね。さあ、街歩きをしているとこのような看板を所々見かけます。2022長崎ランタンフェスティバルは中止となりましたが、コロナ収束と市民の皆様を応援する希望の明かりとしてランタンを装飾しています。 今年のランタンフェスティバル、県外との往来自粛と言われている中、可能な限りランタンを飾っているのはこのような思いが込められているからなんですね。そして見ていただきたいのがこれ。来年の開催に向けた特別映像をホームページで公開していますとのこと。こちらが長崎ランタンフェスティバルの公式ウェブサイト。皆さんご覧になったことありますか毎年… 新たに更新をされていますこちら特別映像とともにぜひ全体をチェックしていただきたいです今年は動画で楽しむランタンフェスティバルこの特別映像をぜひご覧いただきたい長崎出身で皇帝パレードでは皇后役をも務めた宮崎カレンさんが出演しランタンフェスティバルの幻想的で迫力のある過去の映像がふんだんに盛り込まれています そしてこの映像に加えてささらに6本の動画が公開予定とされているんですねこちらのウェブサイト概要欄にリンクを貼りますのでぜひぜひチェックしてください実はこのランタンが街中に飾られ始める中街の人の中には一部「なんで今晩県外からお客さんば呼ばれんとにランタンば飾らんばいかんとね」とか「予算の無駄遣いじゃなかとね」といった声も聞かれました。 一方で飾られたランタンを見て、癒されるなぁとか、今年もランタンが飾られて良かったとか、そういった声も聞かれました。私としては、2つの理由からこの取り組みには賛成でとても素晴らしいことだと思っています。一つは、観光都市として、やはり今年はお客様をお迎えすることが叶わなかったとしても、来年につながる PR として発信をし続けるということはとても大切だと思います。 今では SNS やウェブを使って多くの人にそれを伝えることができますし活用しながらぜひ来年こそは来てくださいねそして感染状況が落ち着いたら夜の長崎の街やこのランタンフェスティバルの景色も楽しんで頂い,いて1泊でも2泊でも長く滞在して長崎を満喫してもらえたらいいなと思います。2つ目としては長崎の街の人の街人気持ちが 感染拡大で沈んでしまっている中このランタンを見て癒されたり沈んでいる心が少しでも救われるようなことがあるとそれは長崎の町の人にとっても素晴らしいことではないのかなと思います。なかななかかこういっった市民ががつになって気持ちが 上がっていくそんな出来事が少ない中イベントも中止になったりできることがどんどんなくなっていく中でランタンは今年も灯されるんだなというところでたくさんの方がほっとできる瞬間が生まれるといいなと思いますただせっかくの企画なんですが今一つコンセプトが浸透しきれていないような感じを受けますコロナの収束とそして市民の方々の希望の明かりとなるようにという願いが込められていてそして県外の方には 今はお迎えすることはできないけれども来年は感染状況が落ち着いたらぜひ長崎で会いましょうそんな思いがこもっているそういった熱い思いというのはぜひ一人でも多くの方々に知ってもらえるようにもっともっと発信をして知っていただくべきものではないのかなと思います。すごくななんんかかもっったた。たいいいいいと感じてててしししまいましたそして売店でえに立っているスタッフさんから聞いたお話では、 やはり感染拡大というのは止まらない状況ではあるけれども感染対策をしっかりと講じながらちょっとでも経済を回していかないといけないということも思うと話していらっしゃいました。 もともとは市民参加型のお祭りであるこのランタンフェスティバルですからこういった発信の際には市民の声を取り入れたりもっとそこに携わる方の声が届くようなそんな動画もあってもいいんじゃないかななんて思いましたまあ、これからどんどん動画も公開されるということなのでそのあたりも期待したいななんて思っていますさあ今回の稽古チャンネルいかがだったでしょうか ま私もこれまで観光に携わってきた身としましても長崎ランタンフェスティバルはととっってても魅力的なお祭りだと思っています。全国から足を運んでいただけるという点もなんですが、まあ、本当にです、ね、地元の方の参加の多い市民参加型のお祭りというところも大きいと思うんですよね。 今回はこのような市民参加型という形ではなかなかかなわなかった部分が大きかったんですが来年以降はぜひ通常開催をして全国から足を運んでいただいて地元の方にも安心して県外の方にも安心して参加していただけるようなそんなお祭りに戻ったらなと願って今回の動画をお届けしました冬の風物詩ランタンフェスティバルのみならず長崎は春夏秋冬本当に魅力が満載の見どころの多い街です ぜひ全国の皆さんには感染状況が落ち着いたら長崎に遊びに来ていただきたいなと思っています私も一長崎市民として皆さんのお越しをお待ちしていますということで今回もご覧いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう高橋恵子でした